谷口選手もやっぱり年齢的にちょっと遅めのデビュー、はい、30歳からですよね。ですよね、はい、できっかけはドリフトから入って、はい、でもその後もめきめき頭角を現して、何に乗っても速い選手はもう絶対、年齢関係なく上がってくるなっていうのを身をもってこう示したドライバーだなっていうのは素晴らしいなっていうのはずっと思ってましたね。やっぱり何に乗せてもやっぱり器用に乗りこなす、やっぱり、上手な選手は共通してる、テクニックも共通してるし、もっともっと早い時期に、レースの世界に入ってきてたら今以上のね結果を実績を残したんじゃないかなっていうふうに、うんうん、思うぐらい素晴らしい選手ですよね。後でジュースおります。